野外ではメインの食卓ライト、そして車内のルームライト。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今ねちょっと LED ライト、はい、それをね探してるんですけども、あの背低いんでね、低めのテントを買ったんですけども、ライトつったらね頭に当たるんですわ、今までのやつが。で薄手のやつがないかないうことでちょっとねいろいろ検索してたら、あのこの薄いタイプの、はい、これね案件がちょうど入ってきたんで、はい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 ということでね、はい、ちょっと紹介していきますね。薄いタイプやのにじんわり重たいいう、そんな感じですね。はい、中はね、充電タイプなんで USB と、それとこんなカラビナ使えへんやろってはい、言うたら怒られるけど、はい、これとこれがついてるのかな。あ、これあれやわ、あのスマホに充電できるやつ。スイッチはどこやろ。これほら、わ、分かれ。はい、これがね、これとこれ、あれ、電球色と中白色と中光色、はい、この3つかな。これこんな感じで、ほぼね半分ぐらい、たった半分ってね思う人もおるけど、この半分が結構効果あるんですわ。ちょっと頭下げるだけで当たらない。はい、そんなんでね、あのあれですわ、あの今までもねいくつか持ってたんですけども、ちょっとね薄手が欲しかったんで、はい、これはちょっとねいいんちゃうかないうことと、それとね、あのこのモバイルバッテリーをいつも持っていってたんですけども、荷物を少なするってね言うてても、どうしてもねいるもんは持っていかなあかんし、でこれやったら肉やけども、今回のこのライトやったらモバイルバッテリーと両方使えるんでね、これ1個さえ持っていけば、LED ライトの明るさの方は1000ルーメン、それにモバイルバッテリーが1万ミリアンペアワーかな、はい、それだけあるんでね、それと6ヶ月保証、そしてねこんな感じでスマホの充電も、はい、簡単にね充電ができるし、はい、実はねちょっと言ってなかったんですけども、今回のこの案件ね1ヶ月か2ヶ月前に受けてたんですけども、商品の方がねあまり人気で売り切れ続出というかね、アマゾンでも全然商品がなかったみたいで、でちょっと補充するまではちょっとねアップ待ってください言われてたんですわ。で今回やっとね補充できて、いつでも手にね手に入るようになったんでね、はい、そろそろアップお願いしますいうことだったんで、宣伝する前から人気あるんかいってね、そんな感じな商品なんですけども、まあ実際もう私はね、何回もキャンプで使ってるし、もう常に車の中にも入ってるんですわ。移動用のライトとかこのペンライトとか、それにこのライトをあのルームライトとしてねもう使ってるんでね、今更ね紹介するのもねちょっと不思議な感覚なんですけども、まあね実際使ってみてちょっとね気がついたことを1点あるんですわ。シンプルなデザインでお気に入りなんですけども、ちょっとねこのオンオフいうかね色を変えたりするスイッチ、このスイッチがねちっちゃいんですわ。4ミリぐらいの径と厚みいうかね、表に出てるのが1ミリぐらいしかね、これが出てないんですわ。まあ明るい時やったらスイッチは分かんないけど、暗闇でスイッチどこや思ったら、これがなかなか分かれへんのですわ。もうちょっとね大きいスイッチにするか、それかこのね大きなライト部分を押すとかね、そういう感じになればねもっと使いよくなるんちゃうかな。
まあこれも慣れなんで USB ポートの横やなってね覚えさえすれば、はい、問題ないんですけども、まあ今回はね、緊急時にも使える心強い防災アイテムいうかな、はい、一石二鳥そんな感じのライトの紹介になりました。